始まるグッドワード今日はヤギ行スペシャルでございますではグッドグルート葉を紹介していきましょうラジオネームあやっぺさんからいただきましたあここにも演出がついてますよ <laughs> 演出ついてなかったすすいません <laughs> 私は経験ないんですがこんなこと言われたら嬉しいですっていう注釈でしたなるほどわかりました経験ないんですねじゃあ 僕がここ、これ言ったら初めてになるわけでございますね。じゃあ。えー、ぜひ、あやっぺさんに喜んでいただきたいと思います。やから始まる、グッドワード。やっぱり送ってくよ。君を。一人では返せないよ。<え> <laughs> 俺がそうしたいの。ふーんとかやめてもらっていいすか。<laughs> いい、いいね。 ルルールねこれ今からルールを設けますけど「絶対いいね」って言って大きな声でママが読み終わったら「絶対いいね」って言ってそしたら俺も気持ちよくなるから分かった小沢さん分かったいいねって言ったよ不安になるからグッときてんのかなってそれで次これなの <laughs> それで次これやんの久しぶりのシリーズだね ラジオネームパスタいのちさんから、いただきました。やーから始まるグッドワード。やっぱり。飴食べない。飴。食べるでしょ。<laughs> 遠慮しないで、飴食べなって。一個。えっ。三個食べる。<laughs> もうなんだよ、これ。<laughs> もういいよ。<laughs> 久しぶりだけど。久しぶりの飴シリーズだけど、これ何これ。<laughs> すっごいしつこいじゃんすっごいす,ごい <laughs> すっごい,すごい聞いてくるじゃんアメ <laughs> についてすっごい聞いてくれるじゃん <laughs> あ実はずっと来てたのアメシリーズえー、そんなたまってたんだえ人気なシリーズだったんだねじゃあ次行きましょうラジオネーム マまんマまさんからいただきました。やから始まるグッドワード、やり持もてラジオネーム、犬マんマさんがいただきました。ゆうから始まるグッドワード、ゆみおもてうるせえわ。<laughs> いいねえじゃねえわ。<laughs> いいねえじゃねえわ。<laughs> ラジオネーム、テルミットさんがいただきました。 U から始まるグッドワード有名大学に行くことがゴールではありません大学に入って何をしたいかが大切なんです社会に出たらどんな大人になりたいかじっくり考えてみてくださいね入試までもう少し頑張れ受験生 いやもうおかしい最後最後おかしいわどの立場で俺チューしたん <laughs> チューじゃねえ <laughs> ちょっと面白いな <laughs> あラジオネーム何に瞑想してるか瞑想中参加いただきましたうん逆に幸せだね「YOU」から始まるグッドワード「YOU」 今日からユウが俺の彼女だ <laughs> やだやだやだ <laughs> えっとユウ今日からユウが俺の彼 <laughs> や<ー>だ <laughs> ラスト、えー、ラジオネーム手をつなぐと伝わるぬくもり参加いただきましたもうラジオネームがいいもんねねこれは期待できるんじゃないですか わかりましたわかりました,りましたやりますよようから始まるグッドワードようこしぶりに手でもつなぐか <laughs> <laughs> グッドくる俺グッドきたよこれにしません俺すげえグッド来た 違う老人パターンもいろいろやるからさ、どれがどの老人が。やっか、久しぶりに手でもつなぐか。こういうのもちょっとおばあちゃん風。やっか、久しぶりに手でもつなぐか。ね、どれがいいですか。もうおばあちゃん風だったらもう洋子って言ってるたらおかしいけどね。<laughs> これしますかじゃあダウンロードね「ようこ久しぶりに手でもつなぐか」違うあ槍を持てあこれですかじゃあこれに決まりましたあやっぱそのやっぱり送ってくよ 君を一人では返せないよわしがそうしたいんじゃよ子これにけてしましたということで選ばれたワードはね着信ボイスとして配信されますよろしくお願いします次週はラから始まるグッドワードでございますラリルで始まるグッドワードお待ちしてますよリルラでもいいですけどもねアから始まるグッドワードでした